令和3年度一般会計補正予算第1号、令和3年度特別会計補正予算特第1号、以上2案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。小野田君さん。自民党の小野田君です。早速、まず新型コロナウイルスにおける水際対策について伺います。空港検疫始めてから、ここでちゃんと陽性って分かって隔離できた人はいいんですけど、そう大丈夫だねってすり抜けた後に、実は陽性でしたっていう人が今まで何人いるのか、でそれはどういう人なのか、新規入国者なのか、帰国者なのか、でここね、保健所に来る陽性者の情報と空港検疫の情報っていうのが突合できてなかったんです、ずっと。なので、1回すり抜けると、この陽性になった人が空港でのすり抜けた人なのか、普通の市中の人なのかが把握できてない、この問題をずっとしてきてたんですけど、この問題は今、どうなっているのか、人数把握できているのか、教えてください。はい、後藤厚労大臣。今、小野田委員からご指摘のありました、空港検疫の検査時点で陰性であったものの、その後、陽性と判明した事例の件でございまして、このことについては、こういう事例がもちろんございまして、こうしたものをしっかりと見ていく必要があるという認識を持っております。しかし、今、現状においては、当該陽性者が入国前から感染したことによるのか、入国後に感染したことによるのか、判別のできないケースも多く、またこれらの詳細を分析することが困難であるという状態でございます。一方で、先生の方からも今、ご提案まであったのかどうかは分かりませんけれども、ご指摘の情報管理をしっかり進める、パスポート番号とか、そういうことを進めながら、ハーシスと合わせながら、そういうようなことを今、仕組みとしては作ることといたしまして、その照合することは可能となっておりますけれども、今現在、そのシステムが残念ながらまだ十分に使われている状況に至っていないというのが現状でございます。小野田君さん。ということで、把握できてないんです。でね、その入ったときにはもうかかってたのか、そうじゃないのかっていうのは、もうその発症の日数とかもいろいろ計算できると思うんですけど、そもそも、一回入ってから陽性になった人が、空港検疫を越えてきた人なのか、そうじゃないのかっていう情報の把握もできてないようでは、水際対策が成功してるか失敗してるかが、一切データを持って証明できないんですよ。なので、この今、ずっと私言ってたんです、このパスポートナンバーとつないでくれと、1年半以上言ってるんですけど、まだ仕組みができてない、でパスポートナンバーだけじゃだめで、外国人であろうが、日本人であろうが、海外から帰ってきた時のウイルスリスクっていうのは変わらないので、日本人に関しても、空港検疫の情報と、陽性者保健所の情報を突合できて、連携できる仕組みがない限り、なんかどうも水際対策って、なんかやばそうだから閉めますとか、いけそうだから開けますみたいな、そういうその根拠に基づかない雰囲気で政策を決めると、国民不安になるんですよ。なので、空港の検疫は成功してますっていうことをきちんと示すためには、空港検疫をすり抜けて陽性になった人は何人いますよっていうデータを示さない限り、ここ、安心してもらえないんです。なので、この水際対策をデータに基づいてやるために、これから開いていくために、開いても空港検疫が機能してますっていうのを証明するためには、この陽性者情報と検疫の情報の突合、データ連携、そして情報公開しかないと私は思っております。総理、お答えをお願いします。岸田内閣総理大臣。はい、委員ご指摘のように、水際対策において、データをいかに把握して、そして関係者の間で、しかしそれを共有して、連携を図って、そしてなおかつ、この情報を公開していく。こうしたこの取り組みは、国民のこの不安を取り除くという面においても大変重要だと思います。そして今、委員のご指摘のような対応、ちょっと実務としてどうなのか、この点もちょっと踏まえて、この今、官房長官のもとにタスクフォースを設けておりますので、そこで一度検討してもらいたいと思います。
はい、小野田君恵さん。ありがとうございます。これ、ずっと言い続けてて、ハーシズにそういったそのパスポートナンバーとの連携というのは、最初、国民健康保険とか保険のところしか項目なくて、でもそれ、強制じゃないので、任意でやってもいいよ、できる仕組みは作るよっていうんですけど、やってないって。いうのがあるんです。で、このオリパラアプリに当初パスポートナンバーと空港検疫の情報連携っていうのを入れるっていう条件だったんですけど、それ安心して待ってたら突然削除されて、それが連携がつながらないっていうのが続いてるんです。ここ本当早急に国民が安心したデータに基づいて水際対策に信頼を置いてもらえるような仕組みっていうのを作っていただきたいと強く要望いたします。続いてデジタル社会に向けた情報管理情報連携の諸課題なんです。まずパネルをご覧ください。マイナンバーについてちょっと誤解がですね、最初導入の時にネガティブキャンペーンされすぎたせいで赤色の一元管理だと思ってる人がすごい多いんですよ。これ情報は国が全部一気に所管してて、一個漏れたら芋づる式に全部漏れるんだっていうような国民の勘違いがかなり広がっております。そうじゃないんだと、青色の分散管理なんだっていうことをぜひこれお示しいただきたいので説明お願いします。デジタル庁楠木正典統括官。ご説明申し上げます。マイナンバー制度におきましては、制度およびシステムの面で各種の対策を講じております。具体的には、取り扱う者に対して、漏洩防止対策等の安全管理措置を義務付けておりまして、個人情報保護委員会を通じて必要な指導を行っております。また行政機関等の保有する個人情報は一元管理をせず、各行政機関等で分散管理を行い、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用して、個人情報が芋づる式に引き出せないような仕組みとしております。さらに、マイナンバーカードにつきましても、カードの IC チップの中には年金や税といった具体的なその機微な情報は記録をせずに、これまたチップの中に入っている情報を取り出そうとするとチップそのものが壊れるというような仕組みとしております。このように個人情報の保護に十分配慮しているということになります。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。よろしい。じゃあ、はい、小野田君恵さん。はい、で今資料を配っていただいております。でこれご説明いただいた通り分散管理でございますので、このネガティブな、ね、誤解は早急に解いて、マイナンバー制度に安心していただきながら、なおかつマイナンバーカードの普及に努めていきたいというふうに私も思っております。でこのマイナンバーカードと保険証の一体化っていうのを今進めてるんですけれども、ちょっと当初の予定とずれが生じていると思うので最新のスケジュール感をお伺いしたい。そして医療機関の窓口にこの機械が全部揃った暁には、これは旧来の保険証は廃止するということでよろしいのか、お聞かせください。厚生労働省浜谷弘樹保健局長。お答えいたします。オンライン資格確認、いわゆるマイナンバーカードの保険証利用の導入につきましては本年3月から本格運用を開始することを目指して準備を進めてまいりましたけれども、その過程で保険者の加入者データの確認修正作業の遅れ、あるいは世界的な半導体不足を原因とするパソコン不足などによる医療機関等における導入準備の遅れといった課題が判明いたしました。このためこれらの課題に対応した上で本年10月から本格運用を開始したところでございます。厚生労働省でいたしましては、令和5年3月末までにおおむねすべての医療機関等での導入を目指すとしております政府目標を実現すべく、医療機関等に対するアンケート調査あるいはイヒアリング等を通じまして導入にかかる課題等を把握しながら導入の加速化に今全力で取り組んでいるところでございます。またマイナンバーカードの健康保険証利用を促進するには、できる限りの多くの方々にマイナンバーカードを取得していただくことが必要でありまして、まずはその令和4年度中までに、ほとんどの住民がカードの保有を実現すべく、関係府省で協力しながら、全力で取り組みを進めております。また従来の健康保険証で資格確認を行っておる、訪問看護、柔道、制服等におきましても、
マイナンバーカードを保険証として利用するための環境整備が必要であると考えております。このため、オンラインで資格確認をするための仕組み構築に向けて、研究等の取り組みも現在進めているところでございます。健康保険証のあり方につきましては、こうした環境整備の状況等を踏まえながら、今後検討してまいりたいというふうに考えております。今後検討、小野田君さん。今後検討してまいりたいというご答弁だったんですけど、これすごい問題があって、今のその健康保険証って顔写真もついてないし、チップもないんです。つまり不正な貸し借りっていうのが横行しているのはありまして、なのでマイナンバーみたいに顔も写真があって、チップがちゃんとあってっていう保険証に、デジタル化によってセキュリティをアップしていくっていうのはとても必要なことなんですね。ただ、これ経過措置の間、2枚持てますよっていうのを永遠にやられると、じゃあ俺はマイナンバーカードの中に保険証入ってから、こっち使うわと、これお前貸してやるよとか、これ売ってやるよっていうことが、できてしまう仕組みになってしまうんです。ずっと併用で持ち続けることができたら。で、これを私、厚労省に数年前に指摘したら、シーって言われたんです。そういう悪い使い方できるのはあんまり表で言わないでくださいって。そうじゃないでしょと。私ごときがね、こう考えつくような悪事は、悪いことしようと思ってる連中、もうみんな考えてますから、必要なのは、抜け道をあんまりばらさないでくださいじゃなくて、抜け穴を塞いでくれっていう話をしてるんです。なので、この併用っていうのは絶対にし続けてはいけないし、経過措置の後は一体化すべきだというふうに思うんですけど、厚労大臣お願いします。後藤厚労大臣。まずマイナンバーカードの健康保険証としての利用を行うことで、カード自体を使うことで、本人確認の精度が増すということはもう委員のご指摘のとおりですから、そのこと自体は成りすましの防止につながります。で、残ったカードもあったらということなんでございますけれども、こうした健康保険証のあり方自体も、環境の整備と合わせて検討していくことだと思います。そのためにはマイナンバーカードの保険証利用を進めるために、おおむねすべての医療機関での導入を令和5年3月までに導入をしていくということになっているので、まずはこのことに全力を挙げた上で、先生のご指摘のようなことも踏まえて、全体としての見直しを進めていきたいと思います。小野田君さん。割と前向きなご答弁で嬉しい限りなんですけど、このデジタル化によってセキュリティが向上していくんですけれども、結局他のことに関しても旧来のものと一緒に併用し続けたらあまり意味がないので、デジタル担当大臣、ぜひですね、このデジタル化の中で旧来のものと新しいものをずっと併用していくんじゃなくて、一本化が必要だっていう、こういうお考えぜひお示していただけませんでしょうか。牧島かれんデジタル大臣。小野田委員ご案内のとおり、マイナンバーカードは対面でもオンラインでも本人確認ができるデジタル社会のパスポートという存在でございます。この健康保険証だけではなく、ハローワークカード、運転免許証、在留カードなど、各種の資格証明書としてマイナンバーカードを利用できるようにしていきたいというふうに考えております。マイナンバーカード利用後の従来の資格証のあり方は、各制度を所管する省庁において検討されるべきものではありますが、デジタル規制改革、行政改革担当大臣としては、マイナンバーカードへの一体化というデジタル化による利便性の向上及び業務の効率化をしっかりとお伝えをして、連携して進めていきたいというふうに思っております。小野田君さん。デジタル大臣の本当にリーダーシップ頼もしく思います。よろしくお願いします。そして総理からもぜひこういったその健康保険証とマイナンバーカード、マイナンバーカードが普及するのを待ってとか言ってたら、結局卵が先か鶏が先かになるので、やっぱりゴール地点は決めてそこに向かってやっていくんだという、この一体化に向けた意気込みをお願いしたいと思います。岸田内閣総理大臣。はい、今、関係大臣から答弁がありましたように、それぞれの立場から委員おっしゃるように、一つの大きな目的に向けて、それぞれ努力をする、政府一体となって、この取り組みを進めるべくしっかり努力をさせていきたいと思います。小野田君さん。よろしくお願いいたします。次に住民票と住所が違うという問題に関して、本来住民票の住所と登録しているところと本当に住んでいるところって一致しなくてはいけないという決まりになっているんですけど、なかなかそれが一致していないというケースが散見されます。で、それどのぐらいいらっしゃるのか、また異なっている場合どうやってそれを見抜いてどんな対処をするのか、で今まで何かそのペナルティとか実際にあればその状況も教えてください。総務省吉川博美自治行政局長。
お答えいたします。住民基本台帳法上の届け出をすべき人のうち届け出を行っていない人の数はこれは把握しておりません。市町村におきましては教育委員会や選挙管理委員会などからの通報やさまざまな事務を処理する過程において疑義が生じたことなどをきっかけとして行います居住実態等に関する調査あるいは定期的に行う調査によりまして住民票の記載事項に誤りなどがあることを知ったときは市町村長が職権で住民票の記載や抹消を行うこととされております。虚偽の届け出をした者や正当な理由なく届け出をしない者は過料の対象となります。この場合市町村長は管轄の簡易裁判所へ通知することとなっております。令和2年中における虚偽の届け出にかかる通知件数は150件、正当な理由がなく法の規定による届け出をしなかった者にかかる通知件数は41,365件となっております。以上、小野田君さん。はい、ということで実際結構みんななかなか守れてないという状況があるんです。でこの状態放置しているとですね、正確な住民サービスを受ける上でも司法手続きの際にも結構問題になりまして弊害が出るんですね。法律に定められている以上守らなきゃいけないというふうに思うんですが、まあ、なかなかこの新しい暮らし方においては難しいところもあると思います。この対処方法をどのように考えていらっしゃいますか。総務大臣お伺いします。金子康総務大臣。今局長からお話をしましたけれども、住民基本台帳は基本的には住民が正しく届け出を行っていただくことを前提とした制度となっております。一方でこの届け出がされない場合であっても市町村が住民の居住実態等に関する調査などを行い住民票の情報に誤りがあることを知ったときは職権で住民票の記載や抹消を行うこととされております。総務省としては住民基本台帳の正確性を確保することは非常に重要なことであると考えており、これまでも届け出制度の周知啓発や適切な調査の実施等を市町村に対して要請してまいりましたが引き続き正確性の確保に向けた取り組みを行ってまいります。小野田君さん。本当に市町村が調査することというふうになっているといえども、なかなかこれ本当に難しいと思うんです。で学生さんのパターンもあるし、あと今週末移住とか多様な暮らし方っていうのができている中で現行の住民票と住所が完全一致してなきゃ厳しいっていうのはなかなか厳しい場合もあると思うんですけども、例えば私が区議会の時に事件になった生活保護を複数の自治体で受けてたとか、そういうその居住実態とかが把握できてないっていうところはかなり問題が弊害が生じてくるので、やっぱりその住民票の住所と核となる住所っていうのはきちんと合わせた上で、例えばサブ住所があるんだったらそれを登録しとくとか、自治体がいちいち調査しなくても登録して管理ができる仕組みっていうのを今後検討していっていただきたいと要望いたします。続いてその弊害の一つ、司法手続きなんですが、これ住民票の住所に裁判書類を送って届かなかった場合は公示送達っていう手段があるんです。でそういう場合、公示送達、送ってね、本来法律で住民票と住所合わせとかなきゃいけないんだから、届かなかった時点で法律違反なんだから、はい、もういいよ、公示送達って言ってくれたらいいんですけど、そういう裁判所と、そうじゃないところ、要はその本当に住んでないんですかと、土日、平日、朝、昼、晩、本当にいないかチェックして、ガスメーターもチェックして、レポート書かないと公示送達にはしませんよとか、いろいろ裁判所によって、このやり方が違うんです。これだとね、例えば養育費とか面会交流とか調停しようと思っても、相手方に結局住所が分からなくて諦めるっていう例が続出してまして、なんとかしなきゃいけないと。でやっぱこの国民が等しく司法を利用できる権利を阻害していると思うので、せめて法務省として、例えば子どもの利益を阻害するような公示送達の場合、裁判所によってその条件が違うみたいな地域格差というのはやはりなくすべき努力をすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。古川禎久法務大臣。この公示送達の件につきましては、委員もこれまでも熱心にですね、お取り組みをいただいております。ご指摘いただいてますとおり、特にですね、この利益に関する家事事件について、この司法手続きの利便性を高める必要があるということは、よく承知をしておりまして、ご指摘を真摯に受け止めていきたいと思っております。で、この公示送達法制審のですね、家族法制部会におきましても、法制上の課題について、検討がなされております。この利益の観点からスピード感を持って、
審議が進められることを期待しているところです。またですね、この現行法上もですね、現行法の枠内におきましても裁判所の書記官がこの実務上の知見や経験を共有しておくということは非常に重要なことだというふうに思っておりますから、私どもも最高裁判所にですね、そのご指摘の問題意識というのは伝達をしております。そして、まあ、裁判所における研修等の取り組みにもですね、法務省として協力をしていきたいというふうに考えています。小野田君さん。はい、ぜひよろしくお願いいたします。次に国籍の把握と通知について伺います。日本に二重国籍者、多重国籍者というのは何人いるでしょうか。法務省金子治民事局長。お答えいたします。日本国民であって、それに加えて外国の国籍をも有すると人の数ということですが、結論を先に申し上げますと、外国の国籍を有する日本国民の数を正確に把握するということが難しい状況にございます。その理由ですが、外国国籍を有するかどうかという問題は我が国の政府として独自に認定する立場にはなく、当該外国がその法令や解釈に従って判断されます。例えば日本人であって外国において外国の国籍を取得する原因としては、出生とか認知とか婚姻とか、その国の制度によっても違いますが、そのようなきっかけとなるような、事実関係をですね、日本として正確に把握できるという状況になっていないということでございます。また外国の国籍を喪失するという場合も必ずしも日本に連絡がされるというわけではないので、あるいは多重国籍の日本人がどの程度いるかということを、法務省として正確に把握できていない状況にございます。委員長。小野田君さん。はい、ということで把握できていません。で、日本では法律で厳格に二重国籍というのは禁止されています。なんですけど、日本国民の多重国籍の状況、情報の把握も管理もできない、それは今、難しい状況というのは、ルールご説明いただきましたけれども、把握と管理できずして、法律を守らせることというのはできないと思うんです、これ、やっぱ是正していかなくてはいけないと思うんですけど、法務大臣、いかがでしょうか。古川法務大臣。我が国の国籍法ではですね、基本的に重国籍を認めておりません。そして重国籍者につきましては、一定の期限までにいずれかの国籍を選択するよう、国籍選択義務というものを課しております。しかしながら、ただいま民事局長からご答弁申し上げましたようにですね、法務省がこの実情を正確に把握するということは大変困難なのが実情であります。国民の皆様にですね、ご自身が重国籍者であることに気づき、また、国籍選択義務を負っているということを認識していただくということが重要だというふうに思っておりまして、この点、法務省としましてもですね、この重国籍となるケース、あるいは、国籍選択義務のあるということを周知を図ってきたところでございますけれども、今後も引き続き広報をに努めていきたいというふうに思っております。小野田君さん。法務省で把握することは困難だから自分でぜひというふうに言われたんですけど、実際問題、私が二重国籍問題で大変皆様に本当に国民にご不安とご迷惑をおかけしたのを申し訳なく思っているんですが、自分自身で把握することが難しいっていうのが今の一番の問題なんです。で、お手元に資料を配ってます。2枚目ですね。これ私の戸籍謄本も配らせていただきました。で、そこに国籍選択っていうのがあって、平成27年10月1日って、これ私は選挙前にちゃんとやってたんですけど、この選択日っていうのを書かれて、初めて私は国籍を二重に持ってたんだっていうのが戸籍謄本に示されたんですよ。これね、選択をするまでは私の戸籍謄本にこんなものを一切書いてなくて、アメリカ国籍を持ってることすら戸籍謄本では分かりませんでした。で、そもそもね、例えば選挙に出るとき戸籍謄本で日本国籍の証明するんですけど、そこにすらこう二重国籍載ってなかったらどうやってそれ防ぐんだよっていうのは本当疑問なんですが、それは置いといて、置いといたとしても、この自分自身がこの自分の状態を戸籍謄本を見ても把握できないというのは本当に困るんです。例えばあるハーフの方から相談を受けたんですけど、ハーフだ
けど、これ二重国籍だと知らなかったと。で、例えば外務省とか二重国籍では勤務できない場所に就職しようと思ってて、いざ就職しようと思ったらあなた二重国籍ですよと言われて、えっ!ってなって困ったというようなこともありました。で、以前はですね、通知を送ってたはずなんです。私も母から大きくなったらどっちか選ばなきゃいけないんだよと。ただその時には選びなさいよっていう紙が来るっていうふうに役所で言われたから、その紙が来たらちゃんと選ぶんだよっていうふうに言われてきて、20になって届かない、22になって届かない、届かなかったんです結局。で、どうしていいか分からなくてそのままになってしまって、結果違法状態になってしまったっていうことがありました。これね、過去送ってたはずなんですけど、なんでやめちゃったんですか。法務省金子治民事局長。お答えいたします。確かに委員ご指摘のとおり、法務省では昭和63年から平成16年年度、平成16年度末まで国籍選択期限が過ぎた後に国籍選択をしていないと推測されるものに対して国籍選択をする必要がある旨の通知を発出していました。平成17年度からはこの通知を行っていないのですが、その理由は昭和59年に創設された国籍選択義務について一定程度定着し理解が進んだと考えられたこと、当時通知を発出していないものからの届け出も含めて通知数を上回る国籍選択に関する届け出数があったことがその一つの帳票と考えられました。また事務の負担も大きいということを踏まえまして、個別の通知をやめホームページを充実するなどの方法により周知するという方法を選択したものということになります。小野田君さん。ホームページ充実されても自分が二重国籍だと思ってなかったらそんな手続きしようと思わないし、そのホームページ見ようとも思わないんです。で、これね、私みたいに顔で親って分かる人はいいんですけど、分からない人に親に何も聞いてない人は本当に自分何も分からないうちに違法状態になってるっていう悲劇を招いてしまうんですよ。でね、私たちの二重国籍問題がすごい大きく取り上げられた翌年、国籍選択者すっごい増えたんですと、やった人が。つまりみんな何をしていいのかもわからない、自分がどういう状態なのかもわからないという不安を抱えて、はい、私違法状態だったんじゃっていうので慌てて手続きをしたっていう人がいるのはやっぱりその数字を見ても事実なので、これはね、周知もうできてると思いましたっていうのはちょっとどうかなと思いますし、過去にそうやって事務手続きが煩雑っていうのはあったかもしれないけど、把握して送ってたっていう実態があるっていうことはやっぱりこうできてたわけですよ昔は。なのでこのグローバル化社会の中でこれ非常に重要なことで、国籍っていうとすぐなんか差別だ差別だとかっていう人もいるんですけど、人種差別撤廃条約にもですね、締約国が行う国籍の有無という法的地位に基づく異なる扱いは条約の対象にはならないと。つまり国籍と差別は違うと。国籍はあくまで制度の話であって、法に定められている以上それが機能するようにやるというのを国がすることは当然のことなんです。で、日本人ってどうも国籍そんな選んだりするっていうのがないから、国籍ちょっと軽く考えてるんじゃないかって思うんですけど、国籍って本当に重いんです。実際自分がそうなって思うんですけど、国籍っていうのはルーツがどこにあるかとかじゃなくて、その人の命の責任を最終的にどこが持つかっていうのが国籍だと私は思ってます。だからグローバル化が進もうが、誰がその命の責任を最後に取るのかっていうのはやはり国籍なので、日本がこういう法律を定めた以上守れるような仕組み、本人がせめて別れる仕組みっていうのを早急にやっぱり復活させるなり、何か新しい海外との連携も含み模索するなりしていただきたいと思います。総理、このそう法律に決められてるけど全然守れないと、知らずに本人が違法行為になってしまう、この状態是正したいんです。何かお考えありませんか。岸田内閣総理大臣。はい、今のやり取り聞いておりまして、要は国としても国民の皆さんの国籍について、十分把握できていない、そして国民の皆さん方も、その国籍ということについて、十分把握するその手段がない、双方向で、この国籍ということについて、この確認ができない、状況になっている、こういった事態について、やり取りを聞いておりまして、その現実はそうなんだということを
この、ま、理解いたしました。その中で実務として、ま、どうすることができるのか、ちょっと今これぜひこの法務省をはじめ、ま、関係者と の中で今一度、ま、検討してもらいたいと思います。具体的にどうするかは、ま、その、そうした、ま、議論を踏まえて、考えていきたいと存じます。小野田君さん、ありがとうございます。実際自分が手続きをする上でいろいろな問題点というのは他にもありましたので、これまた改めて掘り下げていきたいんですが、今日は皆さんにぜひ課題を共有してほしくて質問いたしました。ありがとうございます。続いて経済安全保障と労働力の問題です。人手不足を本来機械化や生産性向上であるとか待遇の改善、国内人材の活用で補う努力を十分しないうちに、なんか最近人手足りないんだ、じゃあちょっと海外人材に頼ろうかみたいな風潮があるのを私はちょっと憤っておりまして、結果ね、コロナで往来が途絶えたときどうなりました。本当に困ったんです、各業界で。今海外では労働力の確保というのは経済安全保障の一つだという認識のもとに活動されていらっしゃる政府もあります。これ我が国の政府はどう考えているのか、経済安全保障に資する労働力確保とはどのようなものであるべきなのかというのを経済安全保障大臣お伺いします。小林鷹之国務大臣。まず一般論として申し上げますと、安定的な労働力の確保というのは我が国経済の持続的な成長の観点からは重要だと考えております。でまた優れた技術力やあるいは特殊技能を持つ人材をできる限りのこの策を尽くしてですね、自国で確保していくということは我が国のその経済構造の自立性の向上という観点からは私も非常に重要だと考えています。でさらに経済安保の観点から申し上げますと、その我が国が有するその技術や情報を守ってその流出を防止していく、そのことが必要となってきておりますが、例えばその外国からの労働力の受け入れに際してはこのような保全の観点を受け入れる企業やあるいはその団体の方々にしっかりと認識していただくことが必要であると考えておりまして、政府としてもこの点についてご理解をいただくための取り組みをしっかりと進めてまいります。小野田君さん、お願いいたします。ゼロトラストで海外人材を使っていくということはそれ重要なんですけれども、やっぱその労働力自体を国内で確保できないということ、機械化も全然していかないという今の状態は非常に問題だと思っています。給料や労働環境、例えば特定技能にしても日本人と同等以上の給料だから安い労働力ではありませんという人いるんですけれども、そもそも人手不足の業界とそうじゃない業界の賃金の格差を見たときに、そこが安ければそれは結局安い労働力を入れていることに変わりはないし、その業界がビジネスモデルを転換していったりとか進歩していく進化していくということができないと、このまま労働環境の改善ができないまま目先だけごまかしてたら10年後には外国人材も日本の企業は選ばなくなります。他にもっと待遇いいところあるんですもん。やっぱその国内で選ばれるような業界、そして働きやすい業界に人手不足の業界をしていかないといけない。労働力なくして経済は成り立たないので、ここがやっぱり国内でそのところにしっかり抑えていく、環境を改善していくということが経済安全保障であると考えますけれども、総理どうでしょうか。岸田内閣総理大臣。おっしゃるように経済の持続的な成長のためには安定した労働力の確保が必要です。その際にまずはこの国内において労働力を確保する、これを考えていくのだと思います。ですからまずは国内において働き方改革など、その労働される方が働きやすい環境整備に努める、あるいはこの成長分野において人材育成を図っていく、こうしたことも大事だと思いますし、また今回の経済対策の中においても人に対する投資ということで3年間で4000億のこの施策パッケージ用意をさせていただきましたが、こういった取り組みを通じてこの国内において人材を育成していく、こうした取り組みは重要であると考えます。委員長。小野田君さん。ということで国内での努力を十分せぬままに
じゃあ特定技能2号を拡充していこうとか、そういう議論に会いに行くのは私は反対だというふうに申し上げて、次の質問に参ります。永住資格の継続的な確認制度導入の必要性についてです。他国もそうなんですけど、永住資格を取得した後、例えば長く海外に出る、ほとんどいないっていう居住実態がないとみなした人の永住資格というのは剥奪されます。これ他の国でも当然のことです。日本では居住実態のない永住外国人をちゃんと把握できてますでしょうか。法務省西山拓司出入国在留管理庁次長。もとより永住者の在留資格を許可した方の出入国の情報については把握をいたしておりますが、委員ご指摘のような個々の永住者がどのぐらいの期間本邦に在留していないかという観点での情報の把握管理はいたしておりません。小野田君さん。ということなんですね。例えば永住資格取って住民票を置いて海外に戻って、児童手当が振り込まれているかどうかだけ確認しに1年に1回日本に戻っているっていうような報告があったりとか、あとその居住実態もなく、だから収入に応じた納税もしてないけど住民が受けれる利益だけを不正に得ているというような報告も来ています。例えばイギリスなんかだと365日のうち170日以上住んでないと居住実態があるとみなさないというふうになって資格剥奪になったり、そういう把握をする仕組み、そして審査する仕組みっていうのがあります。で、永住資格というのは取得するときに条件があるんですね。例えば自分で生活できてますかとか、そういうのがあるにもかかわらず、一度取るとその後の更新時に条件を満たし続けているかの審査が日本ではありません。他の国ではあります。シンガポールなんかは更新時に労働納税を行っているのか、永住者の資格要件を満たしているかというのを更新カードの更新のたびにきちんと審査しています。日本では世界的に見てありえないんですけど、外国人への生活保護も起こってますよね。ということは、その永住資格を取りさえすれば、あとは本当にその永住の条件だった自活できているかっていうのもチェックされないままに資格が永遠に使われてしまうということが起きています。で、労働者とか外国人を早くに入れている国はちゃんとこれに対応しうる仕組みに変更したり変えたりしているので、日本でも本当に居住実態があるのか、そして資格要件から逸脱していないかというのを確認する仕組みというのは絶対に必要不可欠だと思います。法務大臣いかがでしょうか。古川法務大臣。お答えいたします。永住許可に際しましては入管法上ですね、素行が善良であること、そして生計を立てられること、国益に合致することという条件に適合することが必要だとされておりますし、現状においても慎重な審査を実施しているところです。まあ、一方ですね、現行法令上ですね、この永住許可を受けた後に許可時に必要な要件を満たさなくなったということをもって、許可が取り消されるという仕組みにはなっておりません。で、委員のですね、このご指摘も踏まえながらですね、まあ、この許可後の在留状況を継続的に管理する仕組みの構築するかどうか、こういう是非を含めてですね、検討を進めていきたいと思っております。小野田君さん。はい、今現在はそういう仕組みになってないんですけれども、やはりその実態をね、しっかり見ていく。永住権って、永住権っていう人いるんですけど、権利じゃなくて資格なので、資格である以上、やはりその資格を満たしているかっていうのは確認が必要です。他の国はやっている、その例を見ながら、今後ぜひ検討していくように、私から要請を申し上げます。最後に、放送をめぐる課題についてお伺いします。NHK がですね、受信料の徴収に関して、ちょっと私、いろいろ憤りがあるんですけれども、今、若者を中心にテレビを見なくなってます。私も20年テレビ持ってません。今、10代、20代になって半数以下です、テレビ持ってるのは。そんな状態の中で、これから受信料をキープできないんじゃないかと、だったらネットから取っちゃえばいいじゃんみたいな風潮がちょっとあるというように耳に聞こえてきておりまして、NHK がネットから受信料を取ろうとするって、これ、私はけしからんと思いますけど、総務省、どうでしょうか。金子総務大臣。受信料については、NHK が公共放送としての社会的使命を果たすために、必要な費用を広く国民視聴者に公平にご負担いただくため、NHK の放送を受信できるテレビを設置した方を対象としております。インターネットを通じたコンテンツ視聴の急速な拡大などの環境変化を踏まえた今後の受信料のあり方については、幅広く国民視聴者の皆様からのご理解を得る必要があると考えております。総務省といたしましては、ご指摘のようなテレビを設置していない方を新たに受信料の対象とすることは現時点で考えておりません。
委員長。小野田君さん。現時点ではというところはすごい引っかかったんで、永続的に考えないでいただきたいというふうに思います。これね、受信できる人に払ってくださいっていうのが今の仕組みなんですよ。ネットそれ広げたら、じゃあ世界中でネットつなげる人からみんな取るんですかっていうおかしなことになるんです。世界中見れるのに日本人だけが払うんですかっていうことになるので、制度として成り立たないと思うんです。で、今でもね、皆さんの払った受信料で、例えば中国人向けの50チャンネルネット無料放送とかっていうのを NHK やってるんですよ。700コンテンツみたいなやつとか。で、それもやっぱり日本人の方から、なんで俺たちの受信料で払ってない人に無料で見られるんだっていうようなクレームが来たりしてるので、やっぱその公平性っていうことを考えると、こう同時放送、ネットと同時放送するときに、今はどうしてるかっていうと、本契約をしてない人がネットで NHK 見ると邪魔が入るんですよ。要は契約してる登録をちゃんと入力しないと、見れないというかスクランブル化ができてます。で、こういうスクランブル化こそね、私は目指していくすべきだと思うので、安易な取れるところから取ろうというような拡大はもう絶対阻止していただきたいというふうに強くお願いを申し上げます。最後に NHK の国際広報の効果検証について、国の予算から海外の広報発信の委託料として NHK にお金が出ていると思います。その金額と何の目的でその予算を計上しているのか、そしてその効果をどのように検証しているのかお答えください。総務省、吉田博史情報流通行政局長。お答えいたします。国際放送につきましては、総務大臣が NHK に対し、放送法の規定に基づき、毎年度国際放送の実施を要請しております。これは法人の生命、身体、財産の保護に関する事項、国の重要な政策に係る事項について、放送することにより、我が国の放送に対する正しい認識を培うなどのためのものでございます。この要請につきましては、その実施に要する費用を国が負担することと放送法上になっており、令和3年度予算では 35.9 億円を計上しているところでございます。また効果検証につきましては、NHK において社会的使命を行う公共放送として、また国際放送の目的を達成するため、自ら適切な効果検証を行っていただくことが必要であると考えております。具体的には、毎年度 NHK がテレビジョン国際放送である NHK ワールドジャパンの認知度や日本についての理解度などを海外調査しており、その結果を国際放送番組の編集に生かしているものと承知しております。小野田君さん。はい、自らやってどうにかなる問題ではないと思うので、やっぱり予算を出した以上、国としてその予算がきちんと効果的に使われているのかっていうのを確認する制度というのは、私は非常に重要だと思います。で、日本の立場をしっかり出すっていうところなんですが、例えば慰安婦の問題とかで、在外邦人の子どもさんたちがいじめられていると。要は日本のスタンス、日本の説明というのがなかなか広がっていかない中で、こういったお金をかけた広報活動というのは非常に重要なんです。在外邦人の、誇りを守るためにも、在外邦人の、なんていうんでしょう、友情関係をさらに広げていくためにも大事なんですけども、ここの効果、その認知度を見たって、その番組があるねとかが重要なんじゃなくて、その結果、日本の主張がちゃんと広がっているのかっていうところを検証しなければ、この予算を使うことは意味がないと思うので、ぜひそこの活動をちゃんとチェックしていただきたいというのを総務大臣にお願いしたいです。金子総務大臣。ご指摘の国際放送の効果検証につきましては、まずは放送の実施主体である NHK において、我が国に対する正しい認識等を培うなどの国際放送の目的に照らしつつ、適切に実施いただくことが必要でありますが、NHK が現在実施している調査検証に加えて、総務省としましても、NHK の予算や決算の提出時に付する総務大臣の意見において、NHK に対し、国際放送に関するこれまでの取り組みの成果について、具体的な指標を用いて分析した上で、今後の方針を取りまとめるよう求めるなど、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。委員長。小野田君さん。NHK に関しては、不法行為を行っている人をですね、かばって国が悪いかのような番組を作ったりですとか、どうも日本のこう印象を悪くするようなことばっかりしている印象が私の中にはあるので、ぜひこうちゃんとチェックしていただきたいし、テレビを見ている方たちも、テレビが言ってるから本当だって思い込まない方がいいですよ。自分でちゃんといただいた情報は、ネットとかでも調べて、本当かなっていう
疑いの眼を持ってテレビを見ていくということも、これからの、ね、情報リテラシーのところで大事だと思いますので、この放送にかかる問題に関しても、引き続きやっていきたいと思います。今日は皆様にいろいろな日本の諸課題を共有したくて、ちょっと浅いところをなめる質問になってしまいましたけれども、さあそれぞれの問題、引き続き取り上げてまいりたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。終わります。以上で小野田紀美さんの質疑は終了いたしました。